大阪敬吉恐ろしき時計店1爽やかな初夏のある晩のこと横浜バツバツ町のにぎやかな通りに面したとある喫茶店の2階の一隅で冷たい飲み物を口にしながら

一体何だろう。少なからず好奇心をあおられてとりあえず指定の時刻に指定の場所まで出張してきたという次第みどりさんは窓越しの筋向かいに見えるポンスン商会へ岡田くんの友人の世話で今年の正月から高級女店員として通勤しているのだポンスン商会というのは ポンスンと称する、亡国人の経営している時計店で、もちろん、貴金属なども取り扱っており、二人の女店員と二人の精密工を使っている割に立派な商店で、新しい店ではあったが、優秀な商品を豊富に蓄えており、販売、修繕ともに他の店とは比較にならないほどの勉強ぶりを見せるというので、客筋もなかなか良く、各国の交換や、 日本の観光岡田君の勤めている役所の同僚の中にも一にこの店の得意がありそういう関係を通じてみどりさんはポンスン商会の女店員に入ったのだったいどんなううがあるというのだろう岡田君はタバコに火をつけながらもう一度窓越しにポンスン商会へめをやった。 さすがに国際都市だけあってこの付近には外国商館も割に多くもう夜も9時を過ぎれば閉店する店もたくさんあり小さな街灯の光が目立って道行く人々に細やかな異国帳を投げかけていたポンスン商会も閉店時間であるガラスに英語の金持ちで屋号を駆き抜いた立派なショーウィンドウにカーテンが降りて伝統が消えると 店の間のガラスの扉を押し上げて通勤の店員たちが歩道へ出てきた自宅へ帰るのだろう一番後からみどりさんも出てきたちらっとこちらの窓際の辺りへ目を向けてから急ぎ足に道路を横切ってちらっとこちらの窓際の辺りへ目を向けてから急ぎ足に道路を横切って 間もなく明るい洋服姿を岡田くんの前へ現したまあ随分待ってでもよく来てくだすったわねそう言って腰を下ろすと岡田くんと同じように冷たい飲み物を注文した顔色が心持ち青ざめて両肩が小さく波打っているどうしたの顔色が悪いじゃないかい。 ええ、ちょっとね。でもすぐ治るわ。何しろ私、今日は大変もないことをやってのけたの。それで、少しばかり興奮しているの。まあ、だんだんお話しするわ。一体僕にどんな頼みがあるんだね何か大事なことだって言ったが。ええ、それもあるのよ。でもその前に、 ぜひとも聞いてもらいたいお話があるのよ。みどりさんはそう言って、理髪そうな瞳でキョロキョロと室内を見回した。お客さんは少ないから、どんな話をしたって構わないよ。じゃあ、その話というのから聞こうじゃないか。一体どんな話なんだねええ、それがね、とんでもない怪事件なのよ。 ほら、あそこに見える私のお店、ポンスン紹介に関係したことなの。兄さんにお世話になっておいてこう言ってはなんだけれど、あの主人、ポンスン氏ってのは大変もない人物よ。私、大発見をしてしまったの。そして、今日思い切って冒険をしてしまったの。その結果がもう少し経つと現れるんだわ。 ちょうど10時になるとあのポンスン紹介で大変なことが持ち上がるのよその出来事をここからこうして兄さんと一緒に見届けようって寸法なのでもそれまでまだ20分近く時間があるから恐ろしいポンスン氏の正体というものを大急ぎでお話しするわ兄さんポンスン紹介の方を注意して見張っていてください そうしながら、私の話を聞いてください2長女の運んできた飲み物を口にしながらみどりさんは語り始めたなんとなく興奮はしているがもういつもの元気な顔色に戻っている私が兄さんのお世話であのポンスン商館へ入ったのは お正月だったわね。それから私の平凡な女店員としての生活は時折ご報告してあるからご存知ねああそうそうまたこんなことは言っていなかったわ私ねポンスン氏の見込みがとてもいいのよ自分ではそんなに大して間に合わないと思うんだけどポンスン氏はとても私を大事に扱ってくれるの 月々お給金のほかにもたくさんの賞与をくれるのよ私ほかの店員へもそうかしらと思ったらどうやら私だけ特別らしいのでも私少しもうれしくないのそれどころかこのごろではそういうポンソン氏の態度がすっかり嫌になってしまったわだってあなたは大変美しくてよく働いてくれますね もし何だったら私あなたのために軽井沢辺りへお店を出してあげてもよろしいなんて言うんですもの岡田くんは聞きながら顔をしかめたあらそんな嫌な顔をしなくていいわ私だって立派な大和なでしこなんですものコビを売るような真似は断じてしないわでも話の順序だから 正直にありのままを申し上げるのよ。ところがね、これが、あたしの大発見の短所となったの。というのはね、そんなにあたしを大事に扱ってくれて、この頃ではすっかりあたしを信用して、お店のことなぞほとんど何でもあたしに任せておくくらいのポンスン氏が、たった一つだけ、他の店員なぞ無論のこと、 こういういいににさえ絶対に任せない仕事があるの。こんなふうに言うとよくよく大事な仕事のように思えるけれどそれがどうでしょうショーウィンドウへ商品の時計を並べる仕事なのよおお面白いね妙でしょうロンポンソン氏はショーウィンドウは商店の命だから これだけは私がしなくてはいけませんって常々言ってるんだけどそして私たちも至極最もだと思ってたんですけどでも考えてみるとそれがとても妙なのなるほど特別な飾り付けをするとか言うのならば不思議はないんですけれど何でもないただの時計を並べるだけの仕事でさえも必ず自分でしなくては済まないという潔癖さなのそして とうとう3日前にこんなことがあって、あたし、ちょっとポンスン氏と衝突したの。ちょうどその日のお昼少し前でしたけど、一人の日本人の中年夫人がお店へ来て、ショーウィンドウに並べてある一つの腕時計を欲しいとおっしゃったの。ところがあいにくその品と同じ品のストックがなかったものだから、あたし、 ショーウィンドウのケースからその品を取ってきて差し上げたの。それでその奥さんは満足して帰って行ったんですけど、その後で、売った時計の代わりに別の時計をショーウィンドウのケースへ補充しておかなくてはと、私適当な品を見計らって持って行こうとすると、帳場からポンスンシュが出てきて、私の手からその時計を取り上げ、ちょっと針を動かしてみながら、 自分でショーウィンドウの中へ入れてきたの。随分ご潔癖ですのねって私が言ってやったら、これくらいでなければ商売できませんって、ブイッと帳場へ帰ってしまったの。衝突と言ってもそれだけのことだけど、私にしてみればとても収まらないわ。それで、昼食に外へ出て帰り、 ちょっとショーウィンドウの前へ立ち止まって一体何の必要があってそんなにまで潔癖にする理由があるんだろうとショーウィンドウの中をにらみつけてやったのところがそうして10分間くらいもにらみつけているうちにとても奇妙なことにあたし気がついたの兄さんもポンスン紹介のショーウィンドウは見てるでしょうが 別にちょっと見ただけでは何の変わりもない普通の時計屋さんのショーウィンドウの中と同じように何十というたくさんの時計が並べてあるだけなんだけれどよく注意してみると前の方に並んでいるたくさんの腕時計の中の人並びがちょっとおかしいの。むろん時計はみんな止まってるんだけどその一列の止まっている腕時計の針だけは 一様に0時3分とか0時14分とか0時21分とかつまり12時少し過ぎたところで止まっているの私びっくりするくらい不思議なことだと思ったんですけど気づかれてはいけないと思って何食わぬ顔ですぐお店へ帰ったんですがさあそれからどうしてもその不思議が気にかかってならないの。 とうとう私、帰りにポンスン氏の隙を見て、その一列の妙な時計の時刻を全部手帳に移してきたの。さあ、それから私が、その妙な気まぐれ時計の謎を解くためにどんなに苦心したか、お話をするまでもないと思うわ。でもね、兄さん。私、二日間かかって、とうとうその謎を解いてしまったの。 恐ろしい謎だったわ。あら兄さんポン寸ン紹介の方を注意してみながら聞いていなくちゃダメよその謎というのはね解いてみれば何も難しいことはない簡単な暗号よでもその暗号の文句はとても恐ろしいことなの。 もう兄さんには分かったでしょうポン・スン氏は善良な外国人に見せかけた恐ろしいスパイだわショーウィンドウの中のたくさんの時計に暗号を仕掛けて恐ろしい秘密通信をしていたのよつまりねその妙な一列の腕時計の単身が一様にゼロ字になっているのは 何気ない顔をしてショーウィンドウをのぞいてあさっていく仲間のスパイへ今日は暗号通信が出ているから読めというつまり見出しというか暗号の呼び出し信号なのそして3分とか5分とか12分とか23分とかいう時刻を指している長信が暗号の本体なのよこれをどう読むかというと 例えば3分というのは英語の ABC の上から数えて3番目の C という字を指し5分というのは ABC の上から数えて5番目の E という字を指すというふうに一列に並んだ時計の気まぐれ時刻を左から順々に英語の ABC に直していくとそれで立派な英語の文章になるの。 あこれは驚いたまさかポンツン商会の親父がそんな恐ろしいことをしようとは夢にも思わなんだ岡田くんが思わず口を入れた何でも前の欧州大戦の時には某国のスパイがバーの酒瓶の並べ方を利用したり魚の入った箱の定価表を利用したりして暗号通信をしたということは聞いていたが。 時計屋の時計の行列を利用するとはこりゃ全くの新手だね。ああそれで一体その英文は何としてあったの君英文読めたあら失礼しちゃうわ。私だって女学校程度ならわかりますしそれに簡単な通信だもの地引きという手もあるじゃないの。 それでとにかく日本語に翻訳してみるとね当分東京方面危険注意せよっていうのほほうじゃあ君すぐ警察へ知らせたんだろうねいいえその時はまだ知らせなかったのよそりゃあいかんそんな重大発見を知らぬ顔をしてるなんて不届き千番だよ まあ慌てないでみんな聞きなさいよだってその暗号通信はあの日一日だけで私がそれと気づいた時つまり昨日はもう普通の時計になってしまっていたのつまり一日のうちにもうスパイ同士の連絡はついてしまったわけよそのまた暗号の通信文というのがスパイ自身に警告を要する文句で 直接日本に危害のある通信ではなかったものだから私もう少し辛抱してこの次にポン・スン氏がもう一度秘密通信を出すまで待ってみることにしたのそしたらね兄さんどうでしょう今朝とうとうポン・スン氏は次の通信を出すためにまた別の腕時計のケースをショーウィンドウへ並べたのよ。 私、すかさず機械を見て表へ出ると、何食わぬ顔をして、誰よりも先にその新しい秘密指令を読んでやったの。無論手帳に写しとってよ。するとどうでしょう。今度は前と違って、実に重大なのよ。と、緑さんは一段と声を低くして。それはね、明日、 午後10時、輸送船まるまる出版。というの。もうそれは重大だ。じゃあ君はそれをすぐに当局へ知らせたんだね。い,いえ。その時はまだ知らせなかったの。な、なんだってそりゃいかん。それじゃあまるで君までスパイをしたようなことになってしまうじゃないか。 そうよ。私スパイをしたのよ。もっと慌てないでよ。スパイはスパイでも私の場合は外国のスパイをスパイする逆スパイなのよ。積極的な傍聴行動をとったというわけよ。だって考えてごらんなさいよ。この表通りにはいつも外国人など何人でも通っているのよ。そして ポンスン商会のショーウィンドウを覗いていく人など何人もあるんですもの一体その人たちの中のどれが相手のスパイかわからないのだしまた果たして相手のスパイは1人か2人か3人かその数さえもわからないのだしそしてまた私がそんなことを警察へ知らせている間にすでにスパイの連絡が来てしまったとしたらどうなるのそれこそ大変でしょ むろんポンスン氏は捕まえることはできるでしょうが相手はどうするの秘密指令を受け取ったその風呂も人相もわからない相手のスパイはどうなるの親分のポンスン氏が捕まえられたことが分かればグズグズして一個ないじゃないすぐに姿をくらましてしまうに決まってるわよいやわかったそれで君は一体どういう手段を取ったというんだね なでもないのよ。私はね、ポンスン氏が毎朝店を始めてから奥へ入ってパンとミルクの軽い朝食をとる習慣を利用してその隙にショーウィンドーの中の恐ろしい暗号の時計の針を私の好きなようにこっそり回して全然違った別の暗号に直しておいたのよ。今日午後10時。 当店に来たれ厳守、という暗号文にねそうしておいてそれから昼食の時間に警察部の外事課へ私の手帳と一緒に事の次第をすっかり報告したの外事課の人たちはとても喜んでくだすったわ何でもポンスン商会はしばらく前から当局ににらまれていたんですって でも少しもそれらしい証拠が見つからないから手が出せなかったんですってあらもう十字を打ったわみどりさんはそう言ってあっけに取られている岡田くんにはお構いなく窓越しに向かいのポンスン紹介の方へ目をやったが間もなくハッと息をのうとやっぱり来たわ兄さんごらんなさいよ2人だわ 私の偽通信をすっかり真に受けてやってきたんだわスパイながらも外国人らしく時間を守るところはなんだかしおらしいわね実際見ればもうすっかり人通りの少なくなった表通りの歩道を2人の背の高い外国人紳士が夜の散歩といった格好でポンスン商会の前まで歩いてきたがすぐに商会の横の 三尺幅ばかりの狭い路地に消えてしまったするとこの時天から降ったか地から湧いたか6人ばかりたくましい至福の刑事らしいのがポン寸商会の前へこつ然としていならんだがすぐにそのうちの4人が横の路地へ黒ひょうのように消えていったしばらく沈黙が続いた ポンスン商会の二階の窓に電統の光がついたと思ったらすぐ消えてしまった。と突如激しい怒声が聞こえじャリンとガラスの割れるような音がしたかと思うと続けざまにターンターンと二発の銃声がしたがそれもすぐ静かになってしまったまもなく その辺りに黒山になったやじ馬たちを押しのけるようにして四人の刑事がさっきの二人の男とパジャマのままでキョトキョトしているポンスン氏と連れて路地を出てくるといつの間にか待たせてあった二台の自動車へ分乗して走り去ってしまったまったく驚いたよ時に。 君は電話で僕を呼び出した時に頼みがあると言ったがなんだねそれから10分ほどのち静かになった夜の街へ歩き出しながら岡田くんがみどりさんにこう尋ねたするとみどりさんは笑いながら答えた「兄さんポンスン紹介は今夜限り閉店よ」だから、 明日から私の働くところを探していただだきたいの。だって私をこんなポン寸紹介なんぞへ世話したのは兄さんですものもう一度改めて立派な就職口を探してくれるのは兄さんの義務だと思うわそれから約一か月の後この取り物事件が新聞に公表されるとともに 緑は警視総監からら感謝状をもらった。しかしその時強く復言されたことは「少しでも怪しいと思った時はすぐ当局へ知らせることが大切である」「緑の場合は幸いに具合よく言ったからよかったものの素人が自分の考えだけで事件に深入りすることは非常に危険でもあるし」 失敗したら取り返しのつかぬことになるから、ということである。